今まで僕がついた嘘と今まで僕が言った本当、どっちが多いか怪しくなって探すのやめた。自分の中の嫌いなところ、自分の中の好きなところ、どっちが多いかも分かって用意していただきたい。これ買わないではない、嘘ではない、驚くべき効果を発揮します。正しい自分に出会えます。ただ中毒性がございます。用法用量をお守りください。こんなキャッチフレーズを書こう。やっとこそ君のクローンが成功した時でも、だって君は世界初の肉眼で確認できる愛、地上で唯一出会える神様。ここに来てくれたのに、もうここにいない。